はい、どうも、こんにちは。こちらの好きです。はい。昨日、収録して、もう寝る前にアップロードしたんだけど、朝になってもうアップロード終わってないとか、このデータファイル壊れてるって出ていて、アップロードできてなかったの。それで、まあ、何度かやり直してみたんだけど、もともと素材データの方から、ちょっと壊れてたみたいで、ゼノブレード D、番号的には17番になるけれども、真実の17番はこんな感じでした。とにかく、フィオルンが来て、はい。ダンバーさんともね、こうやって来て、僕たちのことを忘れてしまったのか。一応ね、まあ話をするのかな、どうなのかな、ここにはと思ったんだけど、結局、話することできなかったです。ちょっと途中からね、邪魔者が入ってね。まあ、そして結局、気絶したフィオルンは、さらわれて、まあ、こんな感じで、はい。でも、フィオルンこの時点で気絶してます。で、こいつによって、フィオルン、邪魔が入って、フィオルンは、この後、さらにもう一体来るのに、さらわれてしまいます。さて、というわけで、フィオルンを取り戻すべく、ちょっと、辛いだろうけれど、旅にっつの変だな。また、追いかけていくことになります。昨日言ったんだけどさ、ラインってこういう時すっげえいいやつなんだよな。どんな理由があるのかわからん。わからないけど。けど、あれは間違いなくフィオルンだった。失われてなかったんだ、命は。そう。なら取り戻そうぜ、フィオルンを。行こう。取り戻す。取り戻しに。そうだ。そのために僕たちはここまで来たんだ。さあ、というわけで、今回もここから、スタートしていこうと思います。というわけで今日は鬼神界に向かって。行きます。抜ければもう体験の警告だ。さて、では、鬼神界に向かって出発するわけなんだけど、反対だ、後ろだ。昨日もお話しさせてもらったんですけれども、相当レベル的にきつくなってます。はい。いや、まだきついことでもないんだけど、だいぶ、楽勝っていうほどまでにもいかなくなってきたんで、そろそろどこかで時間作って、まあライブなりなんなりしてクエストこなしたりしてね、はい、レベル上げをしておかないとちょっとまずいんじゃないかなっていうところまで来てるんですよ。なのでね、どうしよう。どこかのタイミングでやらないとまずいよな。ここ、巨神の親指です。あとは、結構ね、コレクションの方もだいぶでもないか、少しずつ集まり始めて、おや？とにかく鬼神界で待ってるって言われたんで、鬼神界行かなきゃ。なんだあれ？なんか、金色のやつが来て。大きな剣刺さってるもん。痛そうだもん。刺さってる。の体験だ。この下に広がっている渓谷、これが全て剣なのね。でもどこか不自然だ。何か気になるのか。気になる。ほら、あの光の流れ。どこどこ。あれ、エーテルの光じゃないかな。まるで何かに吸い寄せられてるみたいだ。この先にはガラハド要塞があるはずだな。父上から聞いたことがある。鬼神は巨神のエーテルを吸い取り糧としているのだとか。鬼神がエーテルを糧としているね。なるほど、奴らのエネルギー源となっている可能性は高いな。さあ、とにかく行かねば。フィオルの助けに。で、ここからなんか広場みたいになってる。ここもちょっと気にはなるけど何にもないね。なんかあるかなと思って一瞬ちょっと来たけど、何もし、よし。じゃ、このまま行こう。で、さっきちらっと言ったんだけど、金色のなんかね、モビルスーツみたいな、なんつったっけ、それが出てきて、なんかフィオルン連れてっちゃった。金色だよ、金色。多分それがなんか、敵の中で割と偉いやつっぽい。なので、やっとね、敵もなんとなく、
うん、敵の構成も見え始めて、うん、すげえ、あれ、あ、びっくりした、追いつか、全部あれか、うん、この距離であの大きさか、かなり巨大な要塞だな。ガラハド要塞、鬼神界の前線基地だ。巨神界を襲ってくる鬼神兵は皆あそこからやってくるのだろう。そっか、ならフィオルンを連れ去ったあの黄金の鬼神兵、鬼神兵か、モビルスーツなんて言っちゃったけど、あいつもあそこにいる可能性が高い。うん、この先はいよいよ鬼神兵の拠点に乗り込むことになる。はい、もしこんな危ないことに付き合えないって人がいたら。シュルク、仲間外れはダメだもん置いてけぼりはダメだもん。リキ、怖いけど置いてかれたくないもん。了解。リキ、リキっていうか本当にレベル上げやってなかったから心配なんだけど。さあ行こう。うん、はい、心配だよ本当に。どっかでレベル上げしないとマジ大丈夫かな。なんかところどころでストーリーイベントがありそうな感じ。なんだろう、今度はマイン、あれは補給部隊。おう、ここから先何の準備もせずに進むのは得策じゃないからね、うん、君が呼んでくれたのか。あ、仲間か。おい、ありゃ、ん、あれは、ディクソンさん、よしよし、随分とご活躍だそうじゃないか。あの顔つきを切り刻んでやったって。どうしてお前が。先日連合軍だか何だかぶち上げるっていう知らせがあったな。あ、そうかそういうことか。まず俺がホムスの代表として上がったってわけよ。代表、おう、そしたらお前らが体験の要塞に向かったっていうじゃねえか。うん、すわ、会いに来たって寸法さ。はい、ありがとう。最新の装備もたっぷり積んできた。うん、必要です。そろそろ新しいやつが欲しかったんだ。この辺り拠点にレベル上げした方がいい。お代はきっちりいただくからな。え、この主戦止め、まあしょうがないな。どう、いや、そろそろ行かないんだけど。いや、じゃあ開けられないのよ。なんかいろいろ一気に進んだな。ちょっとぼかし、どう、これは何、おう、なんかもう、これは特に装備しなくてもいいのかな。武器としては、で、やっぱ高っ、12,000だって持ってるお金6万だね。買えないよ、一人分揃えただけで。お金なくなっちゃうじゃん。いや、どうしよう。ちょっと、ここでは一緒にいるダンバンさんを中心に。で、もう3万しかないから。いや、ない、整ってないんだけどさ。どうしましょう。どうしたらいいんだろう。困ったな。困った。本当、ちょっと困った。どうしようかな。やっぱりこの辺りでレベル上げとかやっといた方がいいような気がしてきたよ。しのいてる気がするんだけど。他は？おう。なるほど。おう。やあ。やあ。
了解。やあ。ですね。じゃあそろそろちょっと、あと一人話します。わかったよ。無理はしないよ。で、コレペディア。コレペディアも場所変わってるから。こんな感じ。で、こっちのページのコレペディアは、あとこんだけね。で、他のページもあと、まあ、完璧に揃ってるのは、ないところもまだあるってことで。じゃあどうしよう。ちょっととりあえずディクソンさんと話しよう。よし、この辺り周辺でレベル上げやった方がいいよね。お金も全然ないから装備整えらんないし。ディオルン、そいつはダンバンの。なるほど、お前らの暗い顔の理由が分かったぜ。はい。しかし顔つき鬼神兵の中にホムスがね、俺たちを食うだけじゃなかったんだな。ムムカも顔つきとなっていた。他に壊れた連中も全部あいつだ。まさか。おお、あいつてっきりあの戦いで死んだと思ってたんだよね。最初に逃げてたやつね。あいつはやっぱり黒だった。コロニーナインを襲ったのがか。鬼神兵どもの理由はわからねえが、あれは元からそういうやつだろ。別におかしかねえ。よくそんなんて仲間やった。そうか、ムムカもか。面白いじゃねえかよ。え、なんでもねえよ。それじゃあ僕たちはここで戻るよ。え、できればこの先も力を貸したいけど、ホムスたちとの連合軍編成の件や予言官としての職務もあるからね。あるのか。そういうこった。まあお前たちなら無事フィオルンを取り戻せるだろう。はい。その間俺らは戦の準備でもしてるぜ。ここまでありがとう。大丈夫、僕らだけでやってみせるさ。ガラスがちょっと怪しいんだよ。神兵どもの要衝だ。くれぐれ真正面からぶつかるような真正面からじゃねえぜ。じゃあ横とか後ろとかそういったところか。牛乳港を狙うつもりだ。エーテルエネルギーを奴らが糧としているってんなら、要塞にだってそいつが流れ込む場所があるはずだからな。そこを目指すさ。おい、さすがダンパンさん。死ぬんじゃねえぞ、シュルク。死なないように頑張るよ、はい、ディクソンさんも気をつけて。さあ、じゃあディクソンさんたち帰っちゃうわけだね。それで、けれど補給はとりあえずできる。できる。補給はとりあえずここでできるってことで。よし、目指すは大剣の妻ガラハド要塞だ。行こう。はい。で、ここでどれぐらいの人たちが残ってるの。あれから1年か。今度こそ俺たちの未来掴んでみせるぜ。なあシュル君。なんか今いきなりダンバンさんに死亡フラグ立ったような気がする。そんなことないよな。そうそう、こいつ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 、金色のやつ。こいつも結局中に人が。どういう人だこいつ。あれ、あの男以外にモナドを使える者が現れるとは。だがなぜザンザはモナドを解放した。モロハの刃となることは奴にも分かっているはず。それもあんな子供に。そして私の制御を離れて勝手な行動を取るフェイス。モナドが解放された今となってはフェイスの役割もここまでか。いや、あのモナド使いと戦わせることで何かがわかるかもしれんな。はい、フィオルンと戦わなきゃならないってことか。結構きついな。で、ちょっとさっきから気になってる。はい。この1、この2人が残ってくれる。あとはみんな帰っちゃったんだよ。OK。で、こっち行くんですけれども、ちょっとね、
ちょっとね、マジでそろそろきつくなってると思うの。ちょっとどっかで一旦バトルして勝てるかどうか見なきゃ。そしてあとお金稼ぎだな。それもやんないと。なんでこんなにお金貯まってないの？これ何これ、敵かと思ったけど違う。コレクション、またコレペリア溜まってっかな。1個だけか。どこから入ればいい。そしてで敵が全然いないし、そしてゼロブレード2の時もそうだったけど、結構こういうところ迷うんだよな。正面から入るの？これだ、この緑色のやつ。開くってことか。開いた？開いたってこと？どこ？とりあえず一回戦ってみたいんだけど。あら？ちょっと待って、この、これ気になる。入ってみよう。何がある？敵がいるし。はい、見ると、レベル45です。自分のレベルは42です。まあ、戦ってみよう。どれぐらい苦戦するかどうか。みんな、生きて帰るわよ。手加減は、戦闘。一応ね、勝てはするの。勝てはする、多分ね。みんなの気持ちが伝わってきたよ。理由じゃない、シルク。天地系だ。断能してきたよ。油断は禁物だぞ。次はもっと痛いわよ。カルナ、この調子だ。いけそうね。始めるよ。あれ？ここだ。カルナ、決めるわ。ダンバ、任せろ。鉄鋼弾。ホットだ。うん、わかった。次は私よ。メタルブラスト。オーケー。いけるっすか。昔を思い出すな。そこ借りができたね。スイッチ。このままじゃ。クールダウンが必要ね。なんとか勝てそうだ。慌てるな。今ならやれそうだ。手応えあった。ダンバーさん、いい攻撃だ。私も頑張らないとね。始めるよ。ここだ。あるな。次だよ。次は私よ。決めて、ダンバ。任せろ。そう。連携の時間。とは言っても、はい、まだちょっとやっぱり苦戦してます。バッチリ。疾風剣一気に行こう。バックスラッシュ。あるな。次だよ。決めるわ。倒したか。オーケー、完璧よ。昔を思い出すな。毎回昔を思い出してばかりだよな。まあとにかくね、こんな感じなんで、一応勝てはするんだけど、なんだろう、もうちょっと頑張ってレベル上げしといた方がいいのかな、どうなのかな、なんていう感じですよ。マジでっていうか、本当に全然違うところをうろうろしてるんだけど、これでいいんだろうか。多分まずいと思う。まずいと思うというか、第六ゲート、あれ、なんか拾えるな。なんかでっかいのいるし、行ってみようか。でかいやつ絶対勝てないと思う。あぶね、レベル52、やばいよマジで。これでしょ。やっぱどっかで、あれ、こっちじゃないや。行くとしたらこっち上がるのか。ああ、こういうこと。びっくりした。
こういうところを越えていかなきゃなんない。いける？いける？いける？ダメージから食らった685。この辺りのも46とかさ、46とか、どっからか来た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 。どこ？後ろ？一応勝てるんだよ、本当に。一応勝てるんですよ。けど、まあまだ怖いよね。で、どこかでやっぱりちょっと、レベル上げしような、本当に。きつい。ここは開くわけか。こっちもまだまだうじゃうじゃいるし、レベル46。やれそうだ、やれそうだ、そうだ、そうか、ここだ。モナドの使い手を放却、助かる。鉄鋼弾、眠れ、スリープボルト、ここだ。戦だ、あと少しだよ。楽勝みたい。スリープエッジ、連携の時間よ。オーカー剣弾、始めるよ。決めて、ダンバン。おお、鉄鋼弾。いい動きだったと。援護は任せてよね。あ、いやー、バックスラッシュ。気分あるな。今度僕にも銃の打ち方を教えてよ。ほう、つまり剣には飽きたと、そういうことか。いえ、そんなのいじめ、いじめなくてもいいじゃん。ダンバン、その辺で許してあげたら。毎回これだよね。ダンバン、そのあたりで許して、その辺でか、その辺で許してあげたらって。結構ダンバンにいじられてるんだね、シルクは。あー、もう、聞き方。あは、今な、やれそうだ。は、スリットエッジ、ここだー。シルク、シルク、エンジャーン、ドイジン、気は満ちた。連携準備。はいよ、始めるよ。行くぞ。次だよ。オッケー。ダンバン。おお、マイル。このタイミングを忘れるなよ。はい。ようやく足並みが揃ってきたな。そうですね。ダンバンさん、今なら何とか乗り切ったね。さあ、行くわよ。この調子なら大丈夫だな。こっちか。またこっちの、あそこの上に監視と監視取りで、監視取りでのはずなのに、こうやって戦っているのはバレていないという不思議な監視取りででございます。よし、ジャンルコンプリート。少しずつ少しずつ揃ってはいってってね。気がつくとね、あのクエストも結構溜まってるんで、なんとかね、やっぱりクエストやるためのライブの、あれ見つかった、レベル47、ライブの時間とか設けてね、なんとかやりたいな。そこと、スリットエッジ、ようやく足並みが揃った。今頃気づいたのかしら、ダンバン、まあ、れエアスラッシュ、スリットエッジ。昔の感覚が戻ってきたか。ダンバーさん、その調子楽勝だったね。よし、だが油断は禁物だぞ。この調子で突っ走りましょう。こっちか。お、こっちか。降りれるの。第4ゲート、
まあ、こうやって一つずつゲートを開きながら先に進むということです。多分ここだけ色が違うのでロックされてる、ロックされてるってことはどっかにまたあるんだろう、違うのが、まあ多分上行ったりとかそういった要素が、あ、多分ここのね上のこの監視塔、違う監視塔みたい、ここか、多分これをまあやっつけたってことだと思うんだけど、レベル47いけっかな。あ、びっくりした。そこ天下もそうだ、いけやれそうだ。理由じゃない、シルク天地剣エッジだ、殺すなよ、苦しくなってきたわね、ここで待つ、カルナ失敗は誰にでもある、ありがとうございます、始めるよ、カード次だ、カルナ次だよ、聞いてくすには私よ、ダンバー、おう参る、チェッ、いい動きだったぞ、スリットエッジ、カルナ次だよ、決めるわ、決めてダンバン、任せろ、いい動きだったぞ、やあ相手の顧客騒いできた、オーケー、なんとか勝てそうだ、行くわよ、ここだ、当たれ、そんな、相手の本客、今ならやれそうだ、スプージン、このままさ、やばい、スリープベッド、これが最後の打ち敵だ、みんなの気持ちが伝わってきたよ、あとミツバチ型34式、今ならやれそうだ、今だ、ヘッドエッジ最高だ、負けるわけにはいかないんだ、みんなやるじゃない、この調子なら大丈夫だな、で、多分この中にそのゲートを開けるための設備があると思うんですけど、レベル4でやってたよ、さすがにどん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 敵強くなってそこ、疾風伝統、あ、雷神本格、いけるかなぁ、ちゃんと戦すな、目をそらすなよ、人らしくなってきたわね、もっと目を目指そうよ、ガルナ、バックスラッシュ、このように行け、だんだん追ってきたよ、油断は禁物だぞ、シュラク、オーカー、楽勝だったね、さあ行くわよ、楽勝っすか、余裕が感じられるな、楽勝なのかな、なんだかんだで苦戦してるような気がするんだけど、うん、最初の頃のさ割と余裕でサクサクいってたのはあれこれか、うん、オッケーオッケー、もうあれと比べると結構てかこうなんか上にもいるんだよな、見に行った方がいい、見つかった、何今のびっくりマーク、あ、見つかってるわ、レベル45、シールドバレット、あ、そこ、もう一回、今なら眠れ、やれそうだ、ありがとう、スリットエッジ、ここだ、落ちた、すごい、ちょっと待ち、行く行く、ちょっと一緒に連携しましょう、よし、やっちゃえ、そこ見える、何が、あ、ダンバさんがやられる、うん、頑張って、英雄復活だしよ、ダンバン、始めるよ、エアスラッシュ、カルナ、オッケー、やばい、腹に力、疾風陣、この雰囲気を忘れるな、絶対忘れないわ、ダンバー、当たれ、ライトヒール、オーカー剣乱、一剣かもそうだ、バックスラッシュ、は、一緒に連携しましょう、もうに準備は熟しつつあるな、
始めるよ。ここだ。カルナ、次だよ。強いじゃん。レベル49も強いよ。勝てねえじゃん。だんだんまとまってきたじゃん。逃がしはしない。いや、勝てると思うけど、ね、きつい。外したし。どうだ。昔を思い出すな。やっとチームらしくなってきたわね。ここで満足するなよ、カルナ。やれそうだ。バイキン放却。モナドの力よ。今度は誰がやら、モナダンバーさんが結構やられる。エンジャーチップスリットエッジ。モナド連携で一気に進む。始めるよ。エアスラッシュ。カルナ次だよ。次は私を決めて、ダンバー。おお、勝負はしないぞ。今度は僕の番だ。まだ来るか。次は私を。どれがいい、どれがいい。メタルクラスト。まだ足りないよ。おお、鉄鋼弾だ。僕は止められないんだ。任せたわよ、シルク。いい動きだったぞ。援護は任せてよね。シェイキバーエッジ。未来は変えられるんだ。そこ、鉄鋼弾。みんなの力を一つに。まだ倒せない。あれ、次はまたダンバンがやられる。いや、今だ。やれそうだ。バイキン放却。モナドよ、ジップライン。これがモナドの力なのか。ここライトヒール。ダンバンやられた。頑張って、まだ負けられないよ。なんとか勝てそうだ。もちろん、そのつもり。どこにいたんだ。え、シュルク。力が出ない。シュルクもやられる。やばい。外す気がしないわ。すごい集中力だね。ガルダ、未来は僕らの手に。あ、倒した。オッケーオッケー。あと1体。クールダウンが必要ね。今なら。違う、あと2体。ダンバンどこで倒れてんだよ。痛い痛い。まだ負けられないよ。ここで倒れるわけにはいかんのだ。ライトヒール。スリーバレット。さあ、やっとチームらしくなってきたわね。ここで満足するなよ。どこ行った？カルナ。あと一匹だよ。スリットエッジ。カルナ。エアスラッシュ。ストリームエッジ。よし、連携のチャンスだ。今しょ。よし。始めるよ。行こう。エアスラッシュ。みんなの力を一つに。倒した。それでいい。オーケー、完璧よ。昔を思い出すな。きつかった。やっぱりここにも何かあったの。ああ、た、エーテルか、エーテルギアか。うん。あとこっち。ここは。ここまで来たけど結局何もないっす。 OK、 降りよ。でとコレペディア。で現在の我々のレベルは43まで上がりました。パーツセッティング、リキ萌え萌えだもん。萌え萌えだ、だもん。何が萌え萌えなの。こんな感じか。もらって逃げる。これでさっきのゲート、どっちだっけ。こっちだよね、こっちか。このゲート多分これで開くと思う。あれ、あった、これで開くと思うんだ。第4ゲート、赤から緑に変わってるから。正面突破じゃん結局。なんか横から入るとか、なんかそんな話してなかったっけ。
結局正面突破しちゃってんだけど、しかもでかいのよし48。ちょっとそろそろ無理っぽい気がしてきました。というわけでちょっとねこの周辺であのレベル上げ、そしてクエストこなして、であとお金稼ぎですね。現在あとお金6万2000円だったら全然少ないし、ちょっと拾ったものを売ったりとかなんとかして、もうちょっとお金稼ぎもして装備を整えてちゃんと攻略していこうかと思います。というわけで今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。うん、じゃあまたね、バイバイ。